ちは、サクサク創作パンダです。今回はぴょんぴょんガエルを折ってみたいと思います。指先を使って簡単にできますので、ぜひ遊び心で楽しんでみてください。動画の最後にカエルぴょこぴょこの早口言葉もご紹介しています。そちらもご覧になってみてください。早口言葉を言ってみましょう。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。まずは早く言うことよりも、唇や舌をしっかり動かして丁寧に発音することを心がけて言ってみました。声を出すことが健康に良い影響を与えますよね。口の周りの筋肉を動かすと咀嚼力と嚥下機能が向上します。言い間違えても大丈夫です。徐々にスピードを上げていきましょう。気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いいたしましょう。